優勢ギア減速器の内部減速器とは歯車等で動力の回転速度を減じて出力する機械装置である。出力として減速比に比例したトルクを得ることができる。例えば入力側の波数が15枚、出力側の波数が30枚という2枚の歯車からなる減速器があるとする。それぞれの波数が1、2なので入力側の回転速度が 出力側では2分の1となり、得られるトルクは2倍になる。この場合の減速比は二のしに減動機の出力軸に用いられるが、自動車の最終減速機のように変速機の後段に用いる場合もある。産業用、鉄道車両用などでは、電動機との組み合わせも多い。他には、船舶のスクリュープロペラや航空機のプロペラ駆動にも、減速機が用いられている。 平行軸直行軸同心軸他にもベルトやチェーンを使用して減速するものがある。減速機と一体となった電動モーターをギアモーターもしくはギアードモーターという。減速機単体はギアボックスと呼ぶことが多い。サーボモーターには歯車の隙間を詰めてバックラッシュを減らした精密かつ特殊な減速機が使われる。オートバイや機械式と液体式のディーゼル機関車や 自動車も同様。蓄電池式やシリーズハイブリッド方式を含む電気機関車と電車、電気式のディーゼル機関車や自動車など電動機で走行する車両。これらには出力側が等速や増速となるものがある。ありがとうございます。